いますね、うん、さて今日250人ほどいる中で95番という入場順で入りましたけど、何が空いてんだろう。結構パチンココーナーに流れた方も多かったんでね、いたところで真っ先に埋まったのが、まあ、やっぱりバジリスクの絆ですね。一応寝台はバラエティにも入ってはいるはずなんで、それを見越してバラエティコーナー行こうかと思ったんで、朝から手堅くノーマルも好きなんですが、タイムクロス2、僕この台入場の番号を受け取った時点でちょっと候補に挙げていた機種なんで、本日朝一に選んだ台はバラエティコーナーにあるタイムクロス2、こちらから打ち始めたいと思います。さあ始まりました、カイドウドリームマガジン、今回で第9回目となりました。まあ、このカイドウドリームマガジンはですね、まあ、1回目から8回目までご覧になっている方はお分かりかとは思うんですけれど、毎月、7の日にですね、神奈川県にございますマルハンさんのいずれかの店舗で、収録をさせていただいている企画となっています。まあ、今回僕がやってきましたのはマルハン鈴木店さん。この企画の特徴としてはですね、同じ日に別の店舗でもう一人実践をしているといった特徴がございます。今回はですね、同じ日8月7日にマルハン横浜町田店に、ルルちゃんが実践に向かっていますということでですね、まあ、2店舗でそれぞれ収録をし、まあ、結果に応じて視聴者プレゼントをしていこうという、そんなような企画にもなっております。まあ、目標としてはですね、まあ、やっぱりパチスローを打つわけですから、まあ、こうせっていい台をつかむということ、まあ、もちろんなんですが、それに加えてあとは結果サマイスの部分でどれだけいい成績が残せるかというものですね。個人に関してはプラス700枚以上のプラスサマイスで終えられた場合は視聴者の方にプレゼントで、さらにですね、このカイドウドリームマガジン、まあ、1回目から8回目までの、まあ、合計で今回で9回目、そして以降10回11回と続いていくうちのトータルでのサマイスがプラス1万枚を超えた場合、さらに別のプレゼントが用意していただけるということなのでね、これに向かって我々頑張っております。現時点で、第8回まで終わったんですが、その成績がですねプラスの3600枚近くありますと、まあ、1万枚の約3分の1ぐらいの目標はクリアできているかなといったところ。なので、ね、今回で、9回目の僕、そして10回目のルーちゃんとね、どれだけの貢献、まあ、もし うまくいけばもちろん、ね、この2回で1万枚いきますけれども、ね、どれだけ貢献できるかといったところ、ね、楽しみに番組の方をご覧いただきたいかなと思います。それでは1台目タイムクロス2打ち始めていきましょう。まあ、ノーマルタイプということで、まあ、ビッグレギュラーのみ RTU 一切ないのタイプなんですけれど、まあ、この台はまあ、ようやく打ち込む機会ができたので、まあ、ちょっと撮影の時に打ってみたかったなっていう、まあ、そんな思いもあって選びました。まあ、なんでしょうね、一応本日撮影している7の日ということで、まあ、稼働が高まってきて多分移動できなくなるだろうと、まあ、そういうことを見越した上でだったら、まあ多少長時間粘れそうな台を選んだのももちろん理由にあります。早速ステージが切り替わると、まあ、このタイムクロス、まあ、打ったことない方もいるかもしれないので簡単に説明だけさせていただきますと、まあ、今みたいにタイムトラベルのステージに移行して、でそこで整理した子役によって、まあ、移行先のステージが決定する、まあ、そんなような周期システムを搭載している台となっています。まあ、なので滞在ステージによってちょっと制御が変化したりするのが、まあ、面白いところであります。まあ、今いるこの子役ナビのステージ、まあ、アマゾンですけれど、まあ、ここだったら、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、子役ナビと言われているように、まあ、基本的にはナビが出ます。でナビ矛盾が発生することで、あ、ボーナス入ったんだとかっていう、まあ、そういうふうに気づくことが結構多いかなと。まあ、ちなみにこれとかが、まあ、いわゆる青ナビです。
なので、まあ、リプレイかなとっていう感じ。もちろん外れはボーナスですよという、見た目にも分かりやすいステージかなと。で、まあ、設定性能基本的にノーマルタイプですが、ボーナスの出現率もちろん大事です。でそれに加えて一応全ステージ共通でチェリー、そして強スイカの B と呼ばれる払い出しのある方のスイカ、まあ、この2種類がカウントできます。設定がいいほど出現しやすいといったところがあるので、この辺の2役だけでもカウントしておくといいかなと思います。で一応弱スイカ、強スイカの A、 さらに、まあ、チャンス目と言われた出現率の変動する子役なんかは、あの滞在ステージがまずどれぐらいに滞在してどれぐらいの確率で出現しているかっていうのを正確に把握することができれば、まあ、それも推測に使えると、まあ、単純に高設定の方が出やすいんですよねっていうことでは、かなり手間ではあるかもしれませんけれど、まあ、推測していく上では必要だったりするんじゃないかなと思います。まあ、結構一番上設定6から設定1で見たときは倍近く離れているものなんかもあったりするので、まあ、単純に、まあ、スイカが多い方がいいよと。一応滞在ステージは、まあ、アマゾンステージ何ゲーム、チャンス告知のステージ何ゲーム、準完全告知ステージが 何ゲームっていう風に滞在ゲーム数は決まっていたりするんですが、途中でボーナス引いたりするとちょっとずれたりするんで、そこがちょっと気をつけたいところですかね。普通に何事もなければ1回滞在します、終わりますまでがもうちゃんとゲーム数は決まってるんで、はい何ゲームっていうカウントもしやすいんですけどね、そこだけ要注意っていうかところですかね。なのでまあ一応よく言われるベルなんかに出現率設定差ないですよと、気をつけてくださいと。まあ、加えて言うならカウントすべき子役、まあ、チェリー、そして強スイカの B と呼ばれる形からの同時成立期待度、ここの部分にも差があります。で今なんかこうやって子役ナビのステージで、まあ、ヘビー緑のナビ出てますので、これスイカだろうと。でスイカがまあ3種類あるから、さてどのスイカが成立しているか、まあ、見極める必要があるということで、左リールはまあ黒バー狙いが一応無難かなと思います。でまあ、この形になったので、あとは斜めに揃うか上段で揃うか、上段できた、上段で揃うと、はい、払い出しのある、これが強スイカの B と呼ばれるものですね。まあ、これは全ステージ共通での当選期待度、ただ一番下設定1とかだと 20% 切っちゃうんでね、あんまり外してばっかりいられないよというか、そんな子役です。ね、それなのにこの次ゲーム何にもないっていう、まあダメかなと思うんですけれど、まあダメでしょうね。基本当たるときはやっぱりそこそこ液晶騒がしくなります。なので今のちょっと痛いですけど外しちゃいました。お、なのに滑った、滑った、ちょっと待って、その1個前の出目もちょっと怪しかったけど、待て待て待て、成立後の可能性あるね。そうだ、いた、外れと見せて実はいたパターンの、これ演出ないんで、あ、ダメかなと思って、まあ、止めたんですけれど、まあ、この出目がこの形という素敵な出目ですと。追加外れ、まあ、払い出しがない、まあ、いわゆる外れ目、リーチ目の扱いになるんですけど、まあ、これを本当はフラグ察知をすることで、まあ、いかに早くボーナスを入賞を、ね、早められるかということでの技術介入がこの台においては大事なこと、まあ、実際ようやく演出の方でも、あ、これちょっと強そうかなっていう、まあ、この辺から本当はボーナスを意識する頃だと思うんですけれど、それよりも前にボーナスを察知して狙っていくことでかなりペイアウトが高められると。あの準完全告知ステージに関しては告知早めなんですけど、それ以外のステージが結構長引くんでね、フラグ察知やっていった方がいいです。やり方は中リール、スイカ77の形で、まあ、ビタ押し、これが、まあ、一応この形になったらもうボーナス確定です。したら右リールに赤7を狙いましょうと、中段ないし下段ぐらいがいいかな、出たー、でバーが滑ってきた、こうなったらしょうがない、赤を狙うこれで赤レギュラーという感じで、まあ、2連7止まりました、赤7がテンパイしましたって言ったらもうビッグ確定なんで、
なので中リーグの時点でこれが規定されたら次ゲームで、まあ、ウィンチャーの頭のレギュラーを狙いましょう、まあ、つまり2ゲームでボーナスが絞り込めますというプラグサッチ手順があるので、ね、これを実践していくと非常に有効ですと、まあ、今回は強水化 B の形からの赤レギュラー、ちょっとねできれば最初はビッグ欲しかったですけど、ボーナスの特徴として赤レギュラーは一応グース設定が出やすい特徴があるっちゃあります。レギュラー中特に打ち方ないんですが、設定推測に使えるのは左リールにウィンチャン、スイカ、ウィンチャンの形で、まあ、狙うことでこの形で止めていただいて、中右敵とこの時のベルのラインで推測ができますよと、まあ、基本はこの形です。まあ、右上がりだったり中段にベルが並んだ時なんかがもうかなり強いよと、ね、僕なんかはこれしか見たことないですけど、まあ、ミスしても枚数の損はございませんといったものになってますと、はい、で一応終了画面なんかもこれ基本形のゲット100なんですけれど、ゲットの文字がカタカナだったりとか、まあ、表示が大きい時とかいろいろあるんですけれど、この辺に関してはまだ現時点では判明していませんということで、ね、何の秘密があるのかちょっと分かんないんですが、この辺りも注目どこかなと思います。でボーナス終了後はこのタイムトラベルステージでまた何の役を行くかなってところで、まあ、博士たちが前に出てきた時がその対象役の成立の合図、はい、今回はジョーダンベルでしたということで、向かった先がこの循環猫口のステージと、まあ、このステージの特徴は、基本的に演出が、まあ、ボーナスか外れかっていう演出になります、まあ、一応チェリーの可能性はあるんですが、なので特徴を言うならば弱水化、そして強水化の A、 そしてチャンス目、この3つが成立すればボーナスとの同時成立が確定となります。だから普通のあのクロバー狙いの打ち方、ね、この形の打ち方していて滑ってきたよって言った時はおっていう瞬間なんですね。ウェイトなのだった気がするかな、ほんの一瞬、まあ、どうやら何パターンかあるらしいんですけど、ちょっと長かった気がするんですよ。間違ってたらごめんなさいですけど、リップベル、よしチャンス目、これは向けましてる、やっと来たわ、いやーよかったよかった、準完全告知だからチャンス目のこの形はボーナス確定目、ちょっと長かったですね、前回のボーナスが353ゲーム、とりあえずまあ総投資で、まあ、ぴったり1万円いっちゃったんですけど、まあまだまだいけるでしょうと、まあ、完全にボーナスの種類ですよ、中身もうレギュラーはいいぞ、ビッグにビッグ行きたいんですよ、よし、まあ、ここまではいいけど多分ビッグじゃないのかな、もうレギュラーいいな、弱水化でいい、斜めに来い、早い、ボーナスの27ゲーム持ち込んできた、テンパイラインでは全然違いますからね、したい動画、え、嘘、この形出ちゃったんだ、ウィンレギュラーじゃん、お、そんなことなかった、あ、まあ、申し見せちゃった、失礼しました、なかった、ここまで来るの、まあ、400ちょっとですけど、なんか遅いんですよ、ボーナス、うわー懐かしい、この辺なんかの先輩も4号機ミス、はい、まあ、一応ボーナス開始時に楽曲を選ぶことはできます、2の楽曲にしましょう、
ボーナス中は1回だけ枚数調整する必要があります。左リール赤7を中段に狙うが、まあ、ミスっても損はありません。ボーナス終わるまでに1回だけ成功させましょう。ミスっても損ないんで、気楽に。これで OK、これで12枚取ったら、それ以降はあの赤7の付近狙っちゃうとね、間違って見倒ししてしまうとまた12枚になっちゃうので、まあ青とか狙いながら消化しましょう。次にはこのようにベルが、まあ、平行に揃いますけれど、たまに斜めに揃うことがあります。予告音なしで斜めに揃う、その頻度は、偶数設定の方が出現しやすくなっています。あ、でもこっちなんかはチャンスっぽいですね。あら、チャンス目だ。どうなんですか、チャンス目。チャンス目は、まあ、滞在ステージによって 100% の役ではあるんですが、まあ、チャンス告知ステージにいるときに限っては 100% ではないんで、どうなんですか。でも連続演習したらチャンス告知ステージ扱いなんですか。クラブサッチをしましょう。小役、これは小役。あそこだ。よし、よし、よくやった。これ止まってくれないとビッグの可能性ないですからね。ありがたい、ボーナス後17回転チャンスネット閉じる。やった、この形はもうそのまま赤狙って赤ピン。ナイスレンチャン。いやー、レンチャン専用のあれかな。現状の水族要素をまとめると、まあ偶数かなというところでしょうかね。レギュラーは一応赤レグ2発、ボーナス中の、まあ、ビッグボーナス中ですね、の子役の傾向は若干偶数寄りなので、今のところは偶数という判断をさせていただきます。あー、黒猫は弱いけど、どうだろう、一応チャンスパターンは出ているから、まあクラブタッチしてみようかね。これは子役2枚払い出し 2? 定位後の何かか、2枚の払い出しの役はあったっけな。一応クローバーリプリプで役があった気がするけれど、成立後でいいのかな、もうこの辺の複雑さ。あ、一応でも連続演出にも行くな。チャンス告知ステージは、まあ、大体景気役引いて数ゲーム後に、まあ、このキャラクター出てくると連続演出には発展はしてくれるんですけど、やっぱり発展がちょっと遅いんで、ね、積極的にフラグタッチをしていった方が有効。初出目、初出目が出たということは残った可能性はもうウィンレグしかない。あ、テンパった。ウィンレグいた。一応景気役はといわれば弱チェきっかけだとは思うんですよね。一応その次ゲームで謎の2枚役入賞しましたけど、弱チェでいいんじゃねえかなこれ、ボーナスも20回転。一応弱チェリーからの当選なんかは高設定の方が多いんで、ちょっと期待したいなこれ。
リーズかかってた。レバーがそう反応しねえなーなんて思ってたんですけど、一応タイムトラベルのステージでの、まあ、ジャックスイカの、まあ、出目、まあ、もし左リールのオスイッチによっては、まあ、強スイカ A も、まあ、このようになってしまうので、ね、一応ね意識はしていたはずなんですけど、まあ目押しをミスっていたとしたら強スイカ A の可能性も残ってしまいますが、出目上は、まあ、ジャックスイカですね。まあ、基本このタイムトラベルステージで当たるときは大体即告知されるんで、ありがたいっちゃありがたいんですけれど、さて何だろう、よし第一段階突破、あとは右に7が転廃させてくれれば文句なし。よしこの形、まあ、一応なかなかまあ揃いません、向こうラインで揃います。まあ、これがまあウィンビッグの形になるんで、まあ、これになったら次ゲームでまあウィンビッグ狙いましょうというものですね。よかったビッグだった。よく余ったんでね、また出玉が戻ってきてるのはとても助かります。確かにチャンスアップは出てますけど、あ素晴らしい、スイカかなとほぼ諦めてました。よしピックがここまで嬉しい台ももうない。いや踏ん張ってます、出玉はまだ踏ん張っております。お下っ端ね消えた、さすがにこれは当たっただろうと思いたい、まあ、子役ナビステージですからチャンスめでれば問答無用ね。もうこうこれですよね、これが僕好きなんです、タイムクロスリー赤ナビいないよみたいな、こういうの大好きです。なんでしょうね肝心の成立役は。あーなるほどね、スイカ外れも、ね、リーチ目と僕が呼んでいるやつ、いいなこれでいいです。僕ボーナス5で46回転、非常に速い、でも次ゲームエースないっていうこの感じ。ピックお願いします。よし安心のピック確定、素晴らしいウィンピック。あーまあこうなった、これ告知早いパターンでしたね。この円グラフの演出もだいぶ強いんですけど、このパターンはもう間違いなくプレミアムです。ウィンちゃんやっぱ素晴らしい、ナイスレンチャン、下皿がもういっぱいになったので箱を置いちゃいましょうかね。木村さんお疲れ様です。元気だね、お疲れ様。お疲れ様です、久しぶりですね。うん、お久しぶりだね。であれ木村さんなんかそんなにテンション高くないですね。いやいやいや、そういうわけじゃなく、多分ルーちゃんの方が高いんだよきっと。それは単純にそう、単純にそっちのテンションが高いんだと思うよ、それは。いやちょっとね、もう話したくてしょうがないんで。はい、そんないいことあったの？あのですね、なんだ、魔法少女マドカマギカのね、初代売って、あマルプルギスで500ゲーム以上載せたんですよ。何それ、何ループ26、7連したのかな。
まあ、その後のワルプルでもちょこっと乗せて合計でまあ520いくつ。それ3000枚ぐらい一気にいくね。稼働やっぱ良さそうじゃないですか。こっちもいいんですけど。あ、そう、そっち朝もう埋まったぐらい。もう窓か間際かはもう1台だけ空いてて、あと元々打ちたかった絆とかはもう埋まっちゃってましたね。なるほどね。まあでもとてもね調子良さそうで、とて安心しました、はい、ちょっと菊丸さん得意の萌え系機種バンバン攻めていきましょうよ。いや、あのあまりねそっちやるとさ、あの勝ちに行ってないだろって言われそうだったから、あのツインエンジェルブレイクとかやめたんだよちゃんと。じゃ今日はちょっと萌えば、うん、お休みか。まあでもそんな中でタイムクロスだからウィンちゃんいるから大丈夫。あ、そっちに萌えるんですね。ウィンちゃん超可愛いからね。出た出た、菊丸さんのオタクっぷりが出ましたね。あのね、赤ちゃんでああいう子いたらすごいいいよ。うんうんうん、ほっこりするよ。わかります。もういいです、いいです。あ、もういいの。ちょっとあれ、もう回さなきゃいけないんで。あ、まあそうだよね。はい、頑張りましょうね。そうか、はい、よかったよ。いい報告、ありがとうございます。はい、まあ2人ともプラスっていうのは大きいんじゃないかなと思います。あとは、まあマイナスにしないよう、残り時間で僕も今の台、まあ、見切るなら見切る、続けるなら続けるっていう、そこの判断をしっかりしつつ結果を残せれば、まあ、今回も、うん、いい記録とまではいかないにしても、まあ、貢献できるんじゃないかなと思います。初のトナカイさん期待せざるを得ない。いいのかな、ここまで滑って。中段でのスイカ揃いは基本スイカになります。このステージは弱スイカだろうが強スイカ A だろうが確定じゃい。今の当たり方もボーナスが63回転。いやー、いい。あとはボーナスにする。多分バー振ってこない。バー振ってきたらやだ。あとは右のバーいらない。さあ、ウィンビック。安定的な。ビッグレンチャン素晴らしい。ビッグ300枚、レギュラーは100枚、この差はでかいです。本当お、いやいや、これこのステージの演出としてはなかなか出ない方、まあ、いわゆる強い方、しかもどっちも青ですよと。まだかこのままリプレイなんか揃うというオチはないと思いたい。左滑ってしまえ、楽上じゃん。一応ここからリプレイありますけど、本当にただのリープ。外れ目ですけど、当たるとしたらウィンレギュラーしかないんですけど、よし、とりあえずいる。ギリギリでしたね、あのリプレイで。まあちょっとね、驚きましたけど、一応リプレイとの同時成立もあるみたいなお話は聞いてたんですけど、まさかね、ああいう形で来るとは。何すねか、覚醒じゃないんだよな、このステージ。そしてステップアップ弱い。可能性はウィンレギュラーない。ん、さっきの続き、またなんか引いた、引いた方ですね。え、
レター強水化の B、 そろそろ当たりが欲しい。よし、これは期待せざるを得ない。一番上だぞ。よしよし、強水化、本日6回引いて、そのうちのこれ2回目の同時成立。いやー、よかった、なんとか3分の1キープできましたね。あとは中身、やった、ウィンじゃない、狙いすぎて赤7だった。ちげーし、もっと使ったし、ごめんなさい。ひらめきた、多分僕の本能で右リール嫌がったんです。本当寝押しをちゃんとやってれば一発で嫌なところ嫌がったせいで2ゲームかかりました。そう、レグランか、レグレグときて今230ハマり、ちょうど下皿の部分がなくなったところで、多分僕のプラス3枚ほんとちょっとしか今張ってないぐらいだと思うんですよね。まあ、スランプグラフ見ても、ね、今一応プラスにはいますがって言ったところなんで、一旦他のコーナー見に行きたいかなと思います。多分この時間帯からだと見栄えいいのは多分空いてないので、座る可能性で考えたらそんな回ってないけれどっていうような台ですかね。うわー、2000回転で10の7、ありえるかな、これぐらいのちょっと飛びついちゃいそうでしたけど、まあでも状況としてはニューラインも良かったですね。思わずちょっと目がコンタクトがずれたのかと思いたいぐらいで、どうした、まあ、でも動くならさっきのダイルはこっちだよな、なんで開いてんだろう。でもああいう台でね、なんとなくカウンターみたいなの食らってきたのも事実なんですよ、僕は。そんな歴史がいまいち足を遠ざける、ね、あそこのクリア出てんな、ノーマルはセーブも出て積んでるし、別にノーマル自体も悪いわけじゃないんだよな、まあ、僕の台も今打算は135まで落ちちゃいましたけどね、際立って悪いわけじゃない。もうちょっとタイムクロス頑張ります、もうちょっと頑張ります。ちょっと強めなやつ、追加外れろ、追加外れろ。よし、紛れもない枠へ2連、ギリギリ336、ちょっとハマったな、嘘だよ、もうちゃんと狙ったよ、右どんだけ嫌がったんだろう、がっかりします。これだけ僕はレギュラーを嫌がったようです。どうしたつもりなんだけどな、ハマってレグか、これで3連続レギュラー、レター、左上、追加狙ったよ、ちゃんとちゃんと狙ったよ。よし、もうちょっと自分の目押しに今ちょっと自信が持てなかったですけど、ちゃんと狙ったのに外れたんですけど、まあ以上、リプラグはリプレイ、中身的にはリプレイということで、まあリーチ目でボーナスでしたね。ふう、75ゲームなんとか繋がった。
あとは右。ちゃんと狙ったと思うよな。大丈夫だと思うよ。よかった、すごく久しぶりのピック、よかった、すげえ久しぶり。7回目、もうほんとサマイスギリギリだと思います。今の持ち込みで多分500枚ぐらいしかほんとないんです。だからこのビッグ1回分がプラスです。おお、チャンス目じゃねえか。反応遅れました、反応遅れました、すいません。そうだろう、チャンス目じゃん。いやー、よかった、50回転でのボーナス。ふぅ、ウィン。あー、もう成立後のチェリーか。ちなみにウィンビッグ成立後のチェリーだと中段にチェリーが止まります。もうレギュラーだって連チャンしたのにな。恐ろしいことが起きまして、ボーナス間620余り、手玉が飲まれました。おかしいでしょって言いたいですね。設定値も155分の1、まあ、4倍近い余りなんでなくはないんでしょうけど、何もこの最後で来なくてもいいじゃないかと、といったところで本日の僕の実践は残念なことこれで終わりとなります。もうせっかく勝てると思ったのにね、出玉ゼロです。さあ、僕の実践は終わりましたが、店内の状況をチェックしていきたいと思います。まあ、僕はね、ともかくですよ、周りですよ。今日の様子はどうだったかと言いますと、まあ、先に目に入ったのがこちら一撃のコーナーですね。ゴッドは、左は外線、右ハーデスといったところですが、まあなんでこんな皆さん出てるんでしょうというぐらい、まあ、別積みもねいくつか見えてるぐらいですけど、結構今もね GG 中の方多いですし、ね、別積みも 1,2,3 台とか出てますし、ね、で一方ハーデスは、非常に2箱とか並んでね、お持ちの方、さらには別積みの方がお一人様といった感じ。その隣に、ね、しれっといる一撃台ビンゴプレミアム、約半分でしょうかね、出玉お持ちですねと。ツインエンジェルブレイク、座っとけよかったなと思わせるそんな出玉を、お持ちの方がいらっしゃいます。はい、本日の僕の実践終わりました。まあ、ご覧いただいた方はある程度お分かりいただいているかなとは思うんですが、結果報告させていただきます。打っていただいた朝からタイムクロス2打ち切りまして、投資枚数500枚、交換枚数は0でございます、ね、その理由としては、まあ最後の大ハマり620ですよ、ね、まあ、それハマるのもねしょうがないとは思うんですけど、まあ、最後の最後でちょっと一発やらかしてしまったということで、ね、ちょっとプラスが見えてただけに非常に残念な結果になってしまったなと思います。まあそんなわけで僕がまあサマイスでマイナスの500枚という結果になってしまったので、トータルでのサマイス、まあ、ここまでで僕が第9回を終えた時点でのトータルでのサマイスは500枚減らしましてプラスの3109枚となりました、ね、減らしてしまって本当申し訳ないです。ただですね、この後の10回目、マルハンの横浜町田店で実践してたルル、ね、彼女が、まあ、お昼の時点ではかなり勢いのある展開であるということを報告を受けておりますので、
ね、第10回の模様をぜひ楽しみにしていてほしいかなと思います。次回の撮影、誰が挑戦にやってくるのかまだ分かりませんけれど、ぜひその機会を楽しみにしていてほしいと思います。それでは今回の実演はこの辺で失礼させていただきます。さよなら。